なぜ社会の声はおずつが太いかと言います。と、まずメス。親とオス親を掛け合わせるときに、まず私は絶対。あのおずつの細いメスは使いません。必ずおずつの太いメスを選んで使います。あのこのおずつの太さっていうのは親から子供にものすごい遺伝します。 でやはりメス親のおずつが細いとそれから生まれてくる子供のおずつもどうしても細くなりがちですそれでは今から堺紅白の系統の歴史について少し説明をしたいと思います堺の紅白には二つの系統がありますそれは元のルーツは えー、どんぐりという系統とこの桜という系統ですこのどんぐりと桜くらというのはもともとはセンスケセンスケブラッドラインの系統であります、えー、このどんぐりと桜を私の亡くなった父親が今から40年前に島根県の松江錦鯉センターでー購入をし 家へ持って帰りました。えー、その鯉に、えー、両方ともあの第日から、えー、仕入れをしてきた紅白のオスをかけました。そのどんぐりと桜っていう親からすごくいい鯉があできました。それがあのー、元になって、えー、現在の酒井紅白っていうのがあ存在しています。 でそこで、えー、どんぐりと桜の中から生まれた中でまたベニバナっていいう親がいますこれはどんぐりから生まれた子そして桜の方から、えー、ローズでこの「ベニバナとこの「ローズ」っていう親がまた非常にいい子を出してくれたわけです。特にあのこの「ローズ」っていう方は、えー「ビューティーローズ」であるとか「ローズクイーン」であるとか「ローズシンボル」いろんなあ親声が、えー、この「ローズ」から 生まれてきまして今堺養魚場の紅白はほぼメインがこのローズブラッドラインとなっていますの中でもローズクイーンこのブラッドラインの中からは、えー、全日本で、えー、チャンピオンを取った恋が、えー、だいたい三本ほど出ました、えー、今ではこのローズクイーンっていう,うブラッドラインが堺養魚場の支流となって え現在に至っていますまた、えー、近年では新その組み合わせっていうのはあの落ち葉しぐれに紅白のオスをかけてそれから生まれた紅白を元にして、まあ、そこに紅白をかけたり産居をかけたりして、えー、とにかく大きい魚が できるように組み合わせを試していますまた別の試みとしてはからしごいに紅白のオスをかけますそこから生まれた紅白に今度は三毛のオスをかけてまた大きくなる三毛を何とかして作れないかと思いながら今やっています